ちゃ、こんにちは。清高さん、はい、今年のドラフト会議も終わり、はい、注目されていた大学のビッグファイブの中の2名、宗山選手と金丸投手、はい、まあ、それぞれ楽天、それから中日に交渉権が、はい、渡ったということですけれども、うん、まあ、宗山は5球団、はい、人気あったな、やっぱりな、分かりましたね。で、ね、あのパ・リーグ中心でしたね、人気は、はい、まあ、一球団だけ広島が、はい、まあ、宗山を指名したけどもね、公言してましたね、はい、金丸投手はすべてセ・リーグ4球団だったと、はい、面白いよね、うん、佐々木朗希と、そうですよ、僕はあのドラフトを思い出したのは、佐々木朗希は全部パ・リーグ、はい、セ・リーグが全部奥側っていうね、そうなんです、まあ、そういうことをちょっと思い出させてくれたけども、はい、まあ宗山、はい、ね、楽天に決まりました、はい、ね、楽天のその強烈なリーダーシップを取れる選手っていうのは誰かなと思って見てたら、そんなにいないんだよね、まあ、例えば成績だったらマー君が24連勝とか、はい、あって優勝した時があるけども、うん、やっぱこう楽天のリーダーって言ったら誰だって言ったらなんかこうピンとこないでしょ。そうですね、あのピッチャーのリーダーは俺早川が、はい、俺なっていくと思うんだよね、うん、これから。でやっぱ野手っていうと、まあ、浅村とかここ頑張ってたけども、うん、強烈なリーダーシップを取れるっていうのが、まあ、宗山がそういう風な選手の中心になってくれるといいなっていうふうには思うけどね、うんうんうん、その素質は十分にある選手っていうふうに、まあ、性格はなかなかわからないからさ、はい、あの何とも言えないけど、うん、でもそういうことを目指してね、はい、やっぱこう強いチームにしていってほしいなと思うよね、うんうん、でやっぱりその、東京六大学のショートで鳥谷さん以来の、はい、その逸材というふうに言われて、うん、守備もピカイチというふうに言われているんですけど、それはプロに入ってもその守備というのはもちろんピカイチで通用するっていう感じなんですか、すぐにも。いやー、やっぱ難しいからな、仙台のグラウンドは。うん、だからやっぱ最初は苦労するかもわからないけどもね、うん、やっぱ上手い人ってどこで守らせても上手いし、うん、まあ、そういう選手にはなっていってほしいなと思うけどもね、うん、ただやっぱ四つがあったりだとかさ、はい、芝で濡れたらパッとボール投げようとした時にこう滑るとかさ、はい、まあ、そういうこともあるしね、うん、で肩も売りの選手だけに、うん、でもそういうのはやっぱテクニックでね覚えていってほしいなと思うよね。そうですよね、うん、あと楽天としてやっぱスター選手、話してましたけど全国から見に来るような選手っていうふうにおっしゃってたので、まあ、出会ってほしいな、出会ってほしいと、うん、なので楽天としてもやっぱスター選手が来てくれるとなるとやっぱり最初から来年使っていきたいっていう思いは強いんですかね、球団としても。もう使っていくと思うよ。もう使っていく。使わない理由がないもん。うん、もうそれとコマーシャルも使っていった方がいいと思うよ、うん、楽天で。あ、まあそうでしょうね。やっぱ顔を打って、はい、で全然コマーシャルベースに出しても男前やから、うん、そうなんです、全然おかしくないし、はい、だからやっぱりねそうやって選手を打っていかないと、どんどん、うんうんうん、やっぱスターを育てていくというかさ、はい、だからそうあってほしいなと思うね、うんうん、あとはそのどうしても守備面が先に言われてしまうんですけれど、バッティングという意味では楽天においてどういう存在になっていきそうですか。やっぱり率が高い選手であってほしいな、まあ、ホームランがどのぐらい打てるかっていうのはちょっと疑問だけども、うん、まあ、だけど2桁は打つよ、もう間違いなく、はい、2桁は打つけど率がどのぐらい残るかだよな。豊さんが希望する率っていうのはやっぱ3割を打ってほしい、うん、だからいきなり3割は難しいかもわからんけども、うん、まあ、2、3年のうちに、うん、まあ、3割は打ってほしいなと思うけどね。あとは楽天でいうところの打線の何番タイプとかっていうのはあるんですか。まあ、1番かなっていうような感じもするけどもね、うんうん、まあ、そうだな、1番かなって思うよ、うん、やっぱ3番って辰巳が育ったしね、はい、大郷もいるし、はい、まあ、優秀な左はたくさんいるんだよ、うん、だからまあそこにも勝っていかなきゃいけないし、うん、まあ、そのいいポジションを打つとしたらね、はい、だからまあ2番っていうのはなんかもったいないちょっと違いますね、うん、だから1、3かな、うん、1、3番あたりを打ってっていう、うん、まあ、そのぐらいを目指してほしいよな。はい、さあ続いて金丸投手、中日に交渉権決まりましたけれども、はい、金丸投手、いやピッチャーはやっぱね、あの球場を味方につけて投げられるっていうのは、はい、それは相当な安心感がある、うん、ピッチャーが一番怖いのはやっぱこう長打というかね、はい、そういう食らうことだから、うん、まあめったに多分金丸は、うん、
食らわないだろうな。それは請求がいいもん。それはその大学からもちろんプロっていうまた一段階もう2段階も上のところに行ってもその請求の良さだったりとかっていうのは、まあ請求の良さは変わらないと思うし、うん、ただそのアマチュアのアンパイアとプロのアンパイアでは全然違うよ、うん、はい、やっぱアマチュアはちょっと広いかもかな、うん、だけどプロになったらやっぱ正確だからね、はい、それよりはもっとだからそこに投げられるコントロールも多分持ち合わせてるよ、うん、心配しなくても、はい、いやだからあとは低めにいける、うんね、ただ中日のマウンドっていうのはやっぱ走り込まないと低めにいかないような感じのマウンドだからね、はい、だからやっぱ下半身を鍛えるということはまあ大事なことだしな、うん、あとはあの1年目から2桁狙えるんじゃないかっていうふうにずっと言われて完全に狙えるよね。いけますかね。完全に狙えると思うよ。結構中日で2桁いや、ね、いや違う違う、だって西武の竹内が2桁いったんですよ。そうですね。で竹内よりも言えばもうちょっといいんじゃないかっていうぐらいの逸材だから、はい、それはやっぱ中日のあの球場をつけて、うん、そしたらまあ1年間やったことないから体力的にどうなのかっていうのはあるけども、まあ2桁はいけると思う。あとは打線にお願い したいですね。いやまあそれは取れるように少しなってるからね、うんうん、だから多分大丈夫だ。これってどうなんですか、将来的に右のエースは、高橋で左のエースがこの金丸投手っていう風になっていくんですかね、中日。もうなってるって言ってもいいぐらいだ。もういやいや本当に。あそうか、いや本当本当すごい中日。ただねやっぱ高橋宏斗って各球団のエースと投げ合わなきゃいけないよ、うん、来シーズンはね、それは2番手に行くのか3番手に行くのか、うんうん、またまたこうカードの頭に行くのかっていうので、はい、やっぱ全然変わってくるよ、うん、やっぱ投げる相手もさやっぱいいわけだから、はい、ね、プロのローテーションに入るぐらいのピッチャーだったら、うん、だから何番手に投げさせた方が、うん、まあ、勝ち星が拾えるとか、うん、同じ勝ちは勝ちだからさ。そうですね、だから、まあ、高橋宏と金丸、うん、こういうのが勝っていくとさ、うん、面白いよね中日はね。そうですよね。金丸が入っただけでも順位が来年の解説者のいや一つぐらい上がるかも。そうか、それすごいな。いや本当本当、まあそのぐらいのピッチャーで、そうなんです、魅力のある侍ジャパンのって入ってるっていうのもありますし、いやそれでそこでどちらかったかって言ったらちゃんと高騰したからさ。じゃあもうそうですね、みんなすごいって言っても一躍注目の的になったわけだから、はい、だからいいんじゃない。いや楽しみだよ今からな。来シーズンもバンテリーにたくさんのファンが詰めかけることはもうこれで間違いないですね。まあそうだな、金丸はやっぱり1回は絶対見たいと思うよな、みんな。ですよね。まあ絶対先発のローテーションの一角だから、うん、でもあの3月開幕してからの中のローテにはもう入ってくるっていう、うん、で1週間に1回は必ず見れるという。はい、まあ、宗山は、ね、うん、そんな1週間に1回というのは毎日、まあ、毎日行けばそうですよね、球場に見られるっていうことですね。そうだね、まあ、でも確かに宗山選手も金丸投手も当初あの各紙スポーツ紙が予想していた宗山選手5球団金丸投手4球団ではないかといったら確かに数字はピタリとやっぱり合っていた、うん、まあ、ただみんな逃げなかったな、避けなかったですね、うん、だけどそのぐらいやっぱり逸材なんだよ。欲しかった、スカウトがずっと全国見渡して、うん、ね、やっぱこの2人なんだ、うんうん、だからここはもうかけようということだったんだと思うよ。そうですね、そこを見事引き当てた楽天と、うん、中日、来シーズン楽しみですね。でもね俺はね一番おいしい思いしたのはね、うん、ヤクルトだと思う。中村いいからあ三振が取れるピッチャーだから、三振が取れるピッチャーっていうのが一番安全だからね。そうですよね、うん、だから、だからヤクルトもいいドラフトをしたということで、ことなんですね、うん、いや宗山選手と金丸投手、さあ来シーズンちょっと楽しみにこのチャンネルで持っていきましょう。まあそうだね、はい、はい。